はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、自己アフィリエイトをやるときに AFB が出ていましたよね。アフィリエイト B って昔呼んでたんですけども、こちらの方のセルフバックをやるときに、そうなんですよ、ご自身 のブログとかサイトが必要なんですよ。ですんで、こちらのブログとかサイトをちょっとね、何記事か書いていただいて、例えば旅行ブログだったら、なんかね、広島行きました、東京行きました、福岡行きました、北九州行きましたでもいいですし、例えばね、小笠原諸島行きたいですとか、オーストラリア行きたいですとかね、北海道行きたいですっていう、行ってなくても行きたいですっていう記事を書いて、ブログ完成でも別にいいわけなんですよ。そういう風にしてね、何でもかんでも実行してないと記事が書けないわけではなくて、来年の今頃は行くぞみたいなね、そういうものでも記事になりますんで、例えばですけども、旅行ブログっていう風に作ると、そういうので記事をね、5つぐらい書いたらもう十分じゃないですかね。私の時は1記事だけだったんですけど、それでも通ったんですけども、最近は3記事とか4記事とか5記事、要するに、ここでこれからアフィリエイトやっていくんだなっていう風に分かりやすいようにね、審査する方に作るといいと思います。ですんで、数日分書けばいいということなんで、そうですね、3日から5日分書けばもういいんじゃないですかね。で、文字数は400文字ぐらいなんで、本当にね、トップページだけみたいな感じですよ。そんなに気合入れて書かなくてもいいですし、究極ね、どっかのブログをコピーペーストしても審査は取ると思いますけども、そんなこと言っちゃいけないですよね。ぜひね、著作権の問題がありますんで、ご自身の文字でブログ書いたらいいんじゃないですかね。あとなんかね、適当な日記でもいいと思いますよ。今日はこうでした、ああでしたみたいなのを5記事書くみたいな。ちょっとリラックスしてやっていただければいいのかなと思います。それから A8 ネットで作ったファンブログっていうの、これをアフィリエイト用の、サイトに設定してもいいと思いますけどもね。ではね、セルフバック、AFB とかバリューコマースとか、ジャネットとかね、いっぱいありますんで、そちらの方も幅を広げていったらいいと思います。あとは篠木康晴シリーズがヒントになりますんで、あちらの方からやっていただければいいのかなと思います。篠木康晴にはね、私のとっておきのポイントサイトをまた紹介しますんで、そこをね、やるようにお伝えしておきますので、まだまだね、篠木康晴シリーズ、自己アフィリエイトで稼ぐ方法いっぱい教えてくれますよ。お楽しみに。はい、それではホームページは台湾姉さんの商品を出しています。ほう、山一つオーガニックの茶畑を持っている人で、そんなすごいですね。美味しくて健康に良い茶を販売している。ほう、日本で売ってくれないと言われました。いいじゃないですか。これ販路がないから無理。販路はね、一人でもいいんですよ。なるほどね。これ今度ね、ぜひね、この販路を作る方法もぜひね、私の速稼塾で学んでいってください。販路ですよ。多くの方がね、販路がないから売り上げが上がらないんですよ。で、自己アフィリエイトを覚えても自己アフィリエイトのネタが尽きたら終わりになっちゃうでしょ。で、そうじゃないんですよ。自己アフィリエイトを覚えたらアフィリエイトともに挑戦するために、今度ね、販路を作っていくんですよ。媒体って言ってもいいですね。集客媒体です。ブログを作って毎日記事を更新してくると、そこに毎日来てくれるファンの方ができるんですよね。 YouTube でもいいですけども、そこに対して商品を売っていくっていうのがアフィリエイト活動であったり、ビジネス活動ですからね。少しずつやっていきましょう。とりあえずアフィリエイト B のね、 AFB の審査が通るように祈っております。また通ったらね、連絡してください。はい、台湾旅行に行く人がいたらこのお店を利用してあげてほしいので宣伝します。なるほどね。ではですね、お店の URL が貼ってあるんで、Facebook でなんだ、ぜひね、公式サイトがあったらそちらの方を動画かなんかで紹介しましょうか。Facebook だけが広告だと Facebook のアカウントを持ってない人は見れないってことになっちゃうともったいないんで、ぜひね、この、お姉さんの、台湾姉さんの公式ホームページがあるようでしたら、お店のね、サイトとかがあるようでしたら、そちらの方 URL 紹介していただいたら、私もね、動画の方でご案内します。よろしくお願いします。今回以上ですかね。ここからは前回の続き、自己紹介的なことですね。じゃあもうちょっと動画の方をね、録画のまま行きましょうか。ちょっと言えないかもしれないですね。これ一般公開動画なんで。中国から企画して、私は日本大好きだってしみじみと思いました。はい。エゴに走って安いものが素晴らしいなと、日本の文化伝統かな。日本の伝統文化はね、今回のことでちょっとなくなるものもあるかもしれませんけども、そういう時代をいろいろ繰り返してきて、子々孫々まで残るものが、文化として、守られていくのかなと思いますよね。だから名もなき消滅した文化って無数にあるでしょうね。今平和室町、それから江戸幕府の頃からずっと何かはなくなってきたんでしょうね、きっとね。寂しいですけど、
例えば日本の民族衣装の着物です。はい、友禅さんの職人さんの手作りは時間かかるし高いという理由で買う人が減ったら職人さん生活できなくなって廃業。今それが起きてるんですよ。私は和服をよく着ますんでね、和服の小さな細かな部品とかなくなってきてます。和ダンスでしょ、和ダンスもね私家にあるんですよ。結構ねいいやつを買いました。あの中古でものすごく安く出てたんですよ。むちゃくちゃ立派なやつが。それこそ着物がねもう何十着50着ぐらい入るやつなんでもうパンパンですけども、ね、陶芸も日本文化ですよね、そうなんですよ。あの結局お金がかかるものっていうのはお金持ちがそれを支えてきてるっていうところもあるんですよね。もちろん庶民のものっていうことでたくさんの人が少しずつ出し合って庶民が守ってきた文化っていうのも当然あるんですけども、基本的にはやっぱりね文化って突き詰めていくと日本文化って古典芸能とかってすごく高いんですよ何もかも、まあ、昔は貴族の遊びだったですからね芸能なんて、まあ、ですんで貴族並みのお金がかかるんでしょうけどもね。はい、金持ちを増やして職人さんたちを支えたいです。私も同じ気持ちですよ。自分も豊かになり豊かな人を増やしたいです。そうですね、そうなんですよ。今ね、こういう状況じゃないですか。でビジネスで売り上げを上げてる人も結局はお客さんにお金がないとビジネスって行き詰まるんですよ。だからお客さんも豊かになってもらわないといけないから豊かにしてあげる人が必要なんですよね。で私はまあビジネスを通じて稼げる人をいっぱい作っていこうとこれからもしてますんで、多分購買力のある人を増やすことに私はちょっとエネルギーを振り向けてるところなのかなと思いますよね。自分も豊かになり豊かな人を増やしたいです。その通りです。ボランティアもやっていますが経済的な理由で犯罪に走る人多いです。はい、これからね大失業時代が来ます。日本でも1000万人とか、失業するんだと思いますよ。大手の会社とかが今創業ね、一部止めてますから、そうなると解雇される人っていうのは、やっぱりね10万人とかねいう単位で出てきますから、悲惨なね2020年2021年になるでしょうね。で犯罪に走って、牢屋に入ってそこで3食昼寝付き、まあ大変ですけどもね、確保してそれから満勤になって出てきた人もやっぱり社会に対してなかなかね仕事がないとか溶け込めなくってやっぱり犯罪して施設の方に戻っていくみたいなことがあるんでしょうね。はい、ですんでね言われた通りこのままですよ。稼ぐ方法を身につけることによって犯罪にも走らなくていいし、稼ぐ方法っていうのはお金を払う人がお金をもらう立場の人以上に喜びを感じてお金を払うんですよね。だからそういうふうなビジネスマンになっていきたいですよね、お互いに。なんかお金を払う人がすごく喜んでぜひ受け取ってくださいみたいな感じでお金を払うみたいな、そのぐらいのサービスとか商品が提供できるような人になりたいなと私も思います。これからもねしっかりやらせてもらいますんで、本当ありがとうございます。失礼しましたなんかねくしゃみでそうになっちゃいましたね。はい、次回もねメール送ってください。ありがとうございます。では失礼します。